改めまして皆さんこんにちは、月並みな言葉かもしれませんが日頃いろいろ取材をしていただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。また知事選が終わったばかりですけれども大変お忙しかっただろうと推測いたしますが、長丁場の選挙期間ですので、大変だったと思いますけどお疲れ様でございました。なんとなく皆さんとお話をしていたり、友人、知人、職員と話をするときに、やっぱり投票率の話が出ましたけれども、想像通りといったら語弊があるかもしれませんが、皆さん、啓発で頑張っていただいたんですけれども、やっぱりこう若干下がったなという、こういう傾向がいいわけではありませんけれども、もう政治、選挙というのはもう成果そのものですから、何としても投票率が下がらないように、頑張っていかなければなと感じた次第でございます。今回先ほど課長から申されましたけど報告がございましたが追加資料としてですね若干工夫をさせていただきました。それは定例の記者会見で、2つないし3つの柱で取り上げて記者の皆さんに報告しているわけですけれども、途中経過のことだとかもろもろですねいろいろな取材メモも出しておりますが、取材のヒントにしていただければと思って、職員が考えての提案でございますので、ぜひまた生かしていただければと思っております。また合わせてですね、今回、6月の定例記者会見で3点取り上げさせていただきましたが、その前に先ほど知事選のお話をさせていただきましたが、期日前投票の時にですね、嬉しいことが、我が家に電話が知らない方なんですけど、かかってきて、私いなかったんですが、お年寄りで若干、歩くのが若干不自由な方がいたと、そしてそれを見た若い職員が、大丈夫ですかということで、支えてくれて、声をかけてくれたと、そして、帰るときにも、お大事にされてくださいということを、そういう言葉遣いで若い職員が、今でも若い方がこういう対応ができるんだということをどこかに知らしたくて、我が家に電話があったということを帰ったときに家内から聞きました。市長として大変嬉しいことだなというふうに感じたことと、実はさっきこれもらったんですけども、室長からですね、このカブミラの俺の件なんですが、実は行政というのはやって当たり前という見方もされがちなんですけども、そのお礼のファックスが届いたということで、そして謙虚な文章でですね、本当にありがとう、当たり前のことなんだけども、すがすがしく感じたみたいなことをファックスでいただいたということを考えますと、みんなで頑張って、で頑張った結果が市民の皆さんが受け止めていただいたということは、これも市長として嬉しいことだなと感じました。いずれにいたしましてもですね、これからも市政発展のために頑張ってまいりますので、よろしく取材の方をお願いします。それでは、今回の定例記者会見で3点取り上げさせていただきましたが、1点目のですね、さらなる教育・保育環境の充実へということで、取り上げましたが、常々皆さんの前でも、申し上げたことがあると思いますけれども、実は3、4年前までは、県下3番目に浜松、静岡に次いで待機児童が多かった市でございますが、もうとにかくみんなで集中して、これをゼロにしておこうということで頑張りました。で、頑張って定員も拡充いたしましたが、年度途中のことはさることながら、今年のですね、国基準の4月1日でもう3年連続待機ゼロにはなりましたけれども、本当にその白水を踏むような形で、なったということを職員から聞きました。であるならばですね、計画推進に邁進してたわけですけれども、さらに前倒しをしてですね、2期計画を策定したということをまず1点目として、記者の皆さんにお知らせしたいと思います。昨日もですね、若い、子育て中のお母さんたちと お話をする機会があったんですけれども、本当にこう信じられないようなことでも悩みを持たれるんだな、孤独感に苛まれて、そして
とにかくその0歳から1歳になるまでの間の間の、いろんなその気持ちの変遷をですね、直接聞いて、なるほどな、時代の変化もっていうことを感じながら、まあ、昨日もお話を聞いたですが、まあ、いずれにいたしましても、保育園の待機児童をゼロにするということは、最終目的ではありませんので、これから磐田市もですね、さらに、子育て中の皆さん、あるいは当事者の子どもさんたちの、支援もさることながらですね、保育の関係、子育ての関係、教育の関係、頑張っていきたいな、まあ、その一助となる計画を策定いたしましたので、1点目とさせていただきます。それから2点目でございますが、まあ、企業版ふるさと納税の第1号が決まりました。まあ、第1号という言葉がいいのかどうか分かりませんが、これはもう記者の皆さんもご存知のとおり、国が認定した事業に対しての、税の拡充、特例措置になるわけですけれども、北のですね、新東名の北側に、工業団地、下野辺工業団地を造成していただいて、今、一緒に企業誘致を進めている八重建設さんがですね、そういうことであるならばということで、ここに記載してございます、500万の寄付を申し出ていただいた、これはお願いして回った第1号ということで、本当に即対応していただいて、感謝の念に堪えません。いずれにいたしましてもですね、つい先日、起工式、安全祈願祭をやったばかりですけれども、こういうような施設整備だとか、まあ、もろもろこれから2019のラグビーのワールドカップだとか、それから2020のオリンピック・パラリンピックが控えてますので、そういう中で使わせていただこうということになります。よろしくお願いします。それから3点目でございますけれども、これ、こういう名前を使うのかどうか私、知りませんでしたが、ハッピーウェディングガイドブックというタイトルでですね、官民協力して、経費ゼロで、まあ、こういう、結婚の届出書のですね、案内だとか、まあ、もろもろの、作成費用をゼロにして、これからですね、結婚の届出の、まあ、見本が皆さんの手元に行ってると思いますけれども、事例だとか、それからよくある聞かれる質問集だとか、まあ、もろもろ含めたですね、簡単なガイドブックができましたので、お知らせも含めて、取り上げさせていただきました。とりあえず私の方から以上ですけど。